AKB48 加藤玲奈が16日、グループの YouTube 公式チャンネルでの生配信、AKB48 劇場から緊急生配信スペシャルで、グループ卒業を発表した。加藤は涙ながらに、私、加藤玲奈は AKB48 を卒業します。AKB の道を歩み続けた12年、初めて自分で自分の人生を決めました、と手紙を読んで発表した。12年続けてこられたのは、ファンの皆さんの応援があったからです。この経験が今後の私の道しるべにもなりました。自分にとって大切な過程でした、と話した。現在は通信制の美容学校に通っていることも明かし、私はメイクが大好き。今後はメイクで人の役に立ちたい、と今後の夢も語った。配信を行った東京、秋葉原の AKB48 劇場には、同じ所属事務所でグループ総監督の向井地美音や同期の入山杏奈、卒業生の小島なつきさんらメンバーをはじめ、かつての担当マネージャーやスタッフが集まったほか、かつてプロデュース公演を行った元サッカー日本代表の岩本輝雄氏が駆けつけて、発表を見守った。加藤は2010年に AKB48 の10期生として加入。2012年3月に正規メンバーに昇格。同5月にシングル、真夏のサウンズグッドで初選抜入りし、通算14度選抜入り。レナッチの愛称で親しまれ、2015年には自身が選抜するレナッチ総選挙や、2018年には劇団レナッチとしてロミオ&ジュリエットを上演した。